イラストレーションチェックの合田さんの作品をちょっと見せていただいてます。これ一応どういう形のポスターでしょうか？これはね、笹山氏が、要は絶滅種というものを大事に育てて子どもたちに伝えたいということで、こういう、運動的なことをやっております。そのためのポスターとして作りました。これすみません、画法といいますか、作り方としては、ペーパークラフトといいますか、貼り絵ですね。これ一個ずつ、だから蝶とかこの、お猿さんとか鹿をこれ綺麗になってて、全体が綺麗なわけですね。はい、